でね、東京の問題をね、今日は少しお話しさせていただければな、というふうに思います。で、まあ、国の問題はね、ずっとここで、吉野先生とか、他のですね、まあ、ゲストの方が、まあ、いろいろと、発言、発信されてるんじゃないかと思うんですよ。で、最近話題になってることだと、NTT とかかな。はい、NTT の法が廃止されるということになるので、そうすると、すべての株をですね、誰もが買えるようになると。これで一番恐れられているのが、外国のですね、企業や投資家がその株を買えるんじゃないかというふうに、まあ、恐れられて、まあそうなる可能性は大だと思います。そうすると、もう情報という最も重要なインフラが外国の手に渡ってしまうと。究極、もし戦争とかテロとかが起こった時に、相手の外資系の企業や株主が相手の味方だったら、我々は、その連絡も取れなくなるぐらい。それぐらい、その情報の首根っこを抑えられちゃうと。これは非常に問題だということがあって、反対されてるということだと思うんですね。これはもうその通りだと思います。ただ、今私は東京の問題をね、中心に言っているので、東京でも実は同じようなことが起こってるんだということを我々は考えてみないといけない。要するに、我々にとって重要なインフラであるものが、どんどんですね、外国に売られようとしている。これをやっているのが誰かと言われたら、もう、名前言いたくないけど、緑の狸って人ですよね。はい。で、その人がね、その人とその人の周りの人が、ね、その周りのね、外国の投資家や、株主たちにですね、どんどん物を売ってる。具体的に何を売ってるんだと、いうことになりますが、一番手で挙げなきゃいけないのは、地下鉄ですね。はい。東京メトロになります。もうこれはですね、実は法律上は確定してます。東京メトロは2027年までに、はい、半分の株は全部、他の、株主たちに売却するということは決まってます。もう売却益がどうなるかもまだ決まってないんだけど、売ることだけは決まってるんです。はい。そうするとですね、半分は向こうの運営になりますから、はい。皆さんのための地下鉄にはなりません。表示もすべて変わっていきます。ポスターもすべて変わっていきます。職員も究極的に言うと変わっていく。で、何か問題が起きた時には動いてくれないかもしれません。はい。それが普通になっていく。そういう世の中になっていくっていうことですね。で、この NTT もそうだしね、メトロもそうだし、他のこともそうなんだけども、はい。まあ、インフラっていうのは、やっぱり非常に我々の生活に直結する重要なことだと思うんですね。これはですね、私公的に赤字だとしてもですよ。赤字だとしても公的に運営しないと話にならないと思うんですね。で、いや、もちろんね、レストランとかね、そういうところが他のね、企業、外国の企業が運営するのはある程度やむを得ないかも。だって、ハワイに行ったって日本のね、はい、会社の社長がレストラン運営してることもあるから、それはそれで世界では普通の話だと思うんで、まあいいでしょう。インフラはちょっと別じゃないですか、というところがあるわけなんですが、もうそれを全部、はい、もう政府です。今の日本政府も、東京都政も、みんなグルになってですね、与党も野党もくっついて、それを進めてるというのが現実だということですよね。で、これが実は東京メトロだけではないということを我々はですね、知る必要があります。で、ここで、必ず知らなきゃいけない言葉があるんですね。ちょっと政治用語ですけど、これを PPP とか PFI っていう風に言います。パブリックプライベートパートナーシップだとかな。はい。っていう風なシステムがあるんですけど、はい。この中身は別にね、同じだから、PPP っていう言葉だけ知っとけばいいと思います。これは何かっていうと、東京都内の中における様々なインフラとか公営的な事業っていうのをですね、すべてじゃない、ごめんなさい。半分、また株をですね、その他の外資や投資家に売却していくっていう、そういうシステムのことです。東京メトロと同じシステムなんですけど、実際にはどんなことでやってるかというとですね、まず水道です。で、水道の民営化って今問題になってるんだね。麻生太郎が肝煎り当てて、でも本当にね、日本のやつ全部売ると、ああいう外国のみたいなことを言ってるわけなんですが、実は東京はすでにそれを実践してます。で、バレないように、はい。もう奴隷民みたいな、まだ奴隷じゃんみたいな感じで言ってるから、ね、そういう人たちにバレないように、まずは下水道から、はい、半官半民で民営化してます。そうするとバレないと思ってるね。で、それが完了したら次上水道に移ります。はい。でも下水道は例えば大梅市とかもう完了してます。はい。だからどんどん取られていってると。
いうのは現実だということですね。で、世界では水道民営化してからですね、水道料金は上がり、質は下がり、はいね、サービスは悪くなり、修理はしてくれない。まあ、それでですね、最高栄華になった国ばっかり。それぐらいひどいのだが、これを日本がですね、今追随してる。もうこれを本気でやってるのは多分日本だけだという、そういう状況になってる。で、下水道もちろんそうなんですけど、私がね、結構危惧してるのは、公営住宅。東京にも公営住宅たくさんありますね。はい。この公営住宅もこの PPP とか PFI のプランニングに入ってます。つまり、皆さんの税金で作ってきた水道も全部そうだよね。はい。で、公営住宅とか、そういうふうなところが、はい。外国の人たちは株主になりますので、つまりそこの中に住むのは外国人の人になります。日本人は住めない。はい。で、そんなね、皆さんの税金で建てたところに、皆さんが住むなんか許しません、みたいな。っていうふうに言ってるのが、はい、今の政治家たち。っていうことになってるわけですね。はい、これ実はもう先んじてやっているのが埼玉県の川口市だ。はい、埼玉県の川口市は今クルド人問題で揺れてます。もうかなりテレビニュースにもなっている。で、私も川口の中に、ね、あの知り合いとか、もともと議員候補だった人も知り合いいるので、全部聞いてますが、相当ひどいです。はい、でですね、犯罪の温床みたいになってます。で、かつですね、この公営住宅には、はい、クルド人とか、ね、中国人とか、そういう外国人しか住んでないぐらいです。それが普通なんですね。はい、皆さんの、この東京都も、これから同じ状況になっていくんですよ。はい、で、これも避けることはできない。はい、でそういうことをね、もう、すべての分野でやってる。はい、20分の中ですべて話すのは難しいんですが、はい、外資系企業に、ビルのね、建て直しも全部やらせてる。まあ、神宮のね、伐採も全部同じ意図でやってます。はい。移民をどんどん促進して、どん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 ですね、すべての仕事に就かせると。はい。それでですね、ビザを取らせて。はい。で、それでですね、国民健康保険とかも、全部ですね、皆さん払わなきゃいけない。それで払ってるんですよ。はい。アラカークなんて、中国人でね、移ってきた人が、出産するって時に皆さんが出産一時金払わなきゃいけません。中国人払いません。かつ、本国に戻って産む時だって、払わないんですよ。それがシステムです。これニュースになってます。はい。そういうことをみんなやっても、美味しい道踊りをしてるわけ、外国人の人たちは。はい。日本人バカだから、興味がないから、だからそういうしても大丈夫だろう、ということをずっと今、やってるということなんですね。で、これに対して、はい。誰もね、怒らないというか、おかしいと思わない？多分ね、ここに今、集まってですね、外で聞いていただいてる方も、多分おかしいと。思っているから、まあ今聞いていただいてるんだと思うんですよ。で、この動画を見てる人もですね、視聴する人は、もうそのサムネとか見てね、それおかしいと思ってるから、それを知りたくて見てくれてるんじゃないかと思うんですが、まだまだその人数は少ない。今日本が本当に危ないなというのを思ってる人って、もう本当に 1、2%、2% ぐらいしかいないんじゃないかなと。いうふうに思います。そういうふうなことを言って、こう、立候補するような議員さんって、だいたい 2、3% しか投票取れないという、はい、そういう現実がありますから、それぐらいですね、まだまだ、この日本の問題の認知が低い。はい、ご存知のように、例えばヨーロッパとかだったら、はい、年金がね、例えばフランスなんて年金が2万円上がっただけで、100万人ぐらいデモが起こるんですから、もう全然レベルが違うわけだ。はい、日本もですね、早く、はい、それぐらいの、デモっていうかね、まあ、デモがいいわけじゃないけども、それが起こるぐらいになんないといけない。はい、それには多分ここで今見られてるですね、皆さんの力が必要だと、皆さんの口コミが重要で、もちろんインターネットもですね、活用していきたいと思いますけども、その周りにいる人にどうやって伝わっていくかっていうことが大事だと思います。それがですね、少しずつ増えて、はい、2% からですね、例えば 5% ぐらいになれば、景色結構変わると思います。周りに同じような意見の人が2、3人出てくるので、そうするとね、自分で一人だけ、なんかポツッとね、変なこと言ってるっていう人間じゃなくなっていくわけよ。はい。これはですね、まず今年のですね、7月、8月までに目指したい、東京の中でね、はい、目指したい数値目標じゃないかな、というふうに僕は思ってます。はい。実際に結果がどうであるとか、それよりも、その 2% から 5% へっていう、私が持ってる裏表を、こっちの方が大事じゃないかな、というふうに思ってるんですね。で、まあ、そのためにね、ちょっとパスもらっていい？チラシ。はい。まあね、これインターネットで見られてる方もいるかもしれませんけど、今日もですね、こんなですね、チラシ持ってきました。これは市民が作る政治の会
の代表としてですね、このチラシ作らせていただいて、東京の中で、あと日本の中でもいろんな、どんな問題があるかっていうことを、見るためのチラシに、なってます。変えさせていただくとしまして、最後にですね、今日はね、まあ、吉野先生がね、まあ、和を持って尊しますとかね、まあ、嘘くさいこと言ってます、確かに。言うてますけどね、まあ、わかるんですよ、気持ちは。はい。だから私もね、ちょっとね、いいこと言いたいと思います。はい。でね、今ちょうどですね、私、日本がね、なくなるっていう本の後に、希望っていう本を書いてるんですよ。今ちょうどね、出航直前ぐらいになっていて、これからどうやって希望を持って生き残っていけばいいかみたいな本を本当に書いてるんですね。その中で、その本書いてるときに、やっぱり皆さん問わなきゃいけない、読む人に問わなきゃいけないのは、この一言に尽きる。我々は、なんで生きてるんだっけみたいな。何のために生きてんだっけって、いうことが今問われてる。で、ほとんどの人は、ね、生きてることに意味なんかないしとか、仕方ないしとか、しょうがないしとか、長いものに巻かれるのも当然だとかね。まあ、そうやって言ってると思います。私もね、悲観主義者なところがあるから、いつもそう思いながら、はい、生きてるというところはあります。そんな私でもね、はい、そんな私でもですよ、さすがに統一調整の後に、いろいろ考えてですね、はい、で、まあ私も娘が一人いますし、嫁さんもいますし、ね、そういう人たちの、ね、ためにもですね、少しはちょっとやんなきゃな、というふうに思うようになったわけですが、今の日本人は、実質的にはもう奴隷と一緒になっている。はい。しかも奴隷を喜んでやっている。むさぼられて当然のような、そういう姿勢になってしまっている。というふうに思うんですね。はい。これからは違うはずです。皆さん一緒にやりましょう。はい。ね、これから東京もそうだし、はい。これからね、次に来年に起こる国政の時もそうだ。もしかしたらその先も続くかもしれませんけれども、これから起こっていくのは、まあ、言葉で言うとね、令和の一向一揆なんですよ。はい。もうね、完全に一向一揆を起こして、もうね、すべてのシステムを一度壊すぐらいの気合がないと、どうしようもありません。はい。そのために、ね、まずは、工作員宗教要員わからないけど、それが、まずですね、の反乱軍作らなきゃいけないわけじゃないですか。はい。それがですね、ちゃんと、はい、わかりやすい理由で、わかりやすい理屈で説明していかないと、ね、一般の人はついてこないですよね。変に陰謀論ばっかり、言ってたところで、当然誰もついてきゃしないと思います。そうじゃなくて、もっと身近なところから、はい、話をしていって、ね、それで同意を得るというところから始まりですね。はい、我々がですね、普通に、もうこの令和の時代、次の時代来るかもしんないけど、はい、もう一個一機、反乱軍、はい、で、それでね、もう帝国を倒すみたいな。はい、そういう形で進めていかなきゃいけない。それぐらいの時代に入ってきたんだということを我々はですね、学んでいく必要があるんじゃないかと思います。これをもちまして私の凱旋演説は終了させていただきます。皆さんご清聴ありがとうございました。内海先生が今一番日本で感じている課題は何でしょうか？課題ですか？いっぱいあるので、ね、どれって言えないですけど、まあやっぱり一言で言うと売国ですかね。日本を売るっていう、いろんな意味で、しかもそれは現実的に売ってるっていうところ。私医者だから医療の話もしたいところではありますが、それよりも、まあ、売ってる方が上かな、やっぱり。なので、はい。それ、一番って言われたらそれをあげたいと思います。外国人に売ってる。まあ、移民問題もすべてその範疇に入るのかなと思います。この、クラスになると結構我々一市民でコントロールできる範囲外だと思うんですけども、それをどう、改善していくんでしょうか？もう、まあ、半分諦めてるんですけど、唯一方法あるとすればやっぱ数しかないと思います。お金じゃ、ね、企業、大企業の方がたくさん持ってるわけで、はい、国も税金をかっぱらっていっぱい持ってるから、とにかく一個一機みたいなもんで、その、反乱なんですよね。その数。はい。しかもその数は、じゃあ過半数までいかないと無理かっていうとそうでもない。今ちょっとマイノリティの数は少なすぎるので、そこをだいたい 5% ぐらいにしてくれば、巧妙が見えてくる。10% になると相当景色は違うと思います。あ、そんな感じなんですね。10% でも全然違うと思います。もう、
ヨーロッパとかが、いろんな法律とか全部動くときも、もう 10% あればバーって人が動くので、10%。だから 10% にできないというマイノリティ側の問題とも言える。はい、はい。はい。なので、それだと少しは希望あるじゃないですか。はい、はい。はい。その手前の 5% がまあ基本になるはずなんですけど、今 2% ぐらいですね、今ね。あ、はい。それを2から5にするっていうのが、まあ、東京都のね、はい。まあ、東京選挙7月7日に、はい。まあ、都知事選挙があるわけで、で、国政は来年の7月10月にあるという予定なんですが、まあ、そういうところで、なんていうかな、そういう人が増えれば、はい。なんか変わるチャンスはあるかもしれません。と思います、ね。この、2から5にするのは、どのぐらいのスパンでお考えでしょうか？今年。今年の、年末まで。2から 5% は私の裏標語なので、それは今年、うん、達成したいっていう、勝手な欲望は持ってますね。今年中。はい、今年中。できるかどうか知りませんけど、はいはい、目標としてはそこですね。はい。はい。じゃあ、その上で、5まで持っていく上のツールとしての政治があるという形でしょうか？そうですね。いきなり何でもね、なんていうかな。まあ、議員になったりとか、みんなできるわけじゃないと思うんですよ。はい。だから、まあ、いろんなやり方があると思うし、まあ、吉野先生もそういう意味でここで改選してんじゃないかなと思うので、まあ、私も、まあ、いろんなやり方やってますけどね。まあ、それをできるだけ駆使して、少しでも早く 5% に行くというのは達成したいかなと思います。はい。この、やっぱり今の国民って、日本に不満だとか違和感を持ってる方多いと思うんですけども、はい、どうしてもやっぱり政治にお願いするといいますか、どっかの政党にやってもらうって応援するみたいな形なんですけど、はいはい、どうやったら我々一人一人が当事者意識を持って、何かできるんでしょうか？政治のだからもうどうしてもなんとかなその依存してるみたいな話になってるんですけど、それで言うのであればまず政治思想っていうのをみんながこう手放すしかないと思うんですね。で、はい、一般的に政治を嫌がるのも、その政党のカラーがあって、政治色をみんな嫌がるから、右翼とか、はい、保守とか、はい、左翼とか、はい、革新とか、共産とか、っていう風なのが、もう、意見がもう凝り固まってるので、まあ極端に見えてみんな嫌がるんですよね。一般の人が。だから無党派層ってのが多い。だからその右翼も左翼もへったくれもない。中道ってただの中途半端で、なんていうのかな。全部ごまかせるだけみたいなものだから、中道とも違う、その右翼とも左翼とも違う。全部が右翼も、右翼でもない左翼でもない。はい。時にめっちゃ右翼で、時にめっちゃ左翼みたいな。そういうような価値観を、多くの人、まあ、少なくとも 5% ぐらいの人が持てれば、そうすると、まあ、その既存の政党を選ばなきゃいけないという価値観がなくなるはずなので、はい。で、まあ、自分でやんないとどうしようもないっていうことも少しは考えると増えると思うし、そうすると新しい動きが出てくると思うんですけど、残念ながら、結局、政治カラーに基づいてみんな政治団体とか政党を選んでる。自民から公明もそうだし、立憲もそうだし、小さいところだと令和とか参政党とかみんな同じで、右翼っていう信仰みたいなやつがあって、左翼っていう信仰みたいなやつがあって、それに基づいて、はい。自分が信じるところを選んでる段階で、もう、あれですね。宗教団体と一緒ですね。はい。そういうのを手放せるかどうかっていうのは大事なところではないかなと思います。わかりました。ありがとうございます。あ、吉田先生、いらっしゃいました。俺はこれ、やっぱりちゃんとしたのもいいんですよ。話し込んで紹介されたから、これ来てきて、これがね。あ、それがいいところ。じゃあ、応援名詞、何の応援するの？何の応援するの？そこからですか？応援名詞。え、そうなんですか？俺、応援名詞って書いてあった。俺が応援すればいいですから、国政の応援をすればいい。いや、国政の個性の応援をする。そういうことなんで、やっぱ分かんない。